はいどうもー、トシです。やよいのよい。今日はですね、ACLs カラーバターマンゴーオレンジを使ってブリーチしてない黒髪、ブリーチしてない茶髪、ブリーチありの金髪に染め比べてみました。はい、一つずつ見ていきたいと思います。はい、まずブリーチしてない黒髪に対してマンゴーオレンジ、綺麗に染まってます。はい、光当てながら風飛ばして見てるんですけど、綺麗に染まってます。はい、ブリーチなしの黒髪に対してマンゴーオレンジ染めてみたんですけど、綺麗に染まってます。よく見て感じてみてください。ブリーチなしの黒髪に対してマンゴーオレンジ、綺麗に染まってます。はい、次にブリーチなしの茶髪にマンゴーオレンジ染めてみたんですけど、綺麗に染まってます。はい、光当てながら風飛ばして見てるんですけど、綺麗に染まってます。ブリーチしてない茶髪に対してマンゴーオレンジ、綺麗に染まってます。よく見て感じてみてください。ほら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 、綺麗に染まってます。はい、最後にブリーチありの金髪に対してマンゴーオレンジ染めると綺麗に染まってます。はい、光当てながら風飛ばして見てるんですけど、マンゴーオレンジ綺麗に染まってます。ブリーチありの金髪に対してマンゴーオレンジ、非常に綺麗に染まってます。よく見て感じてみてください。ほらほらほら、綺麗に染まってます。はい、エンシェールズカラーバターマンゴーオレンジ、非常に綺麗に染まってます。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。黒髪に対してマンゴーオレンジ、綺麗に染まってます。はい、こちらブリーチなしの茶髪にマンゴーオレンジ、綺麗に染まってます。ブリーチありの金髪にマンゴーオレンジ、綺麗に染まってます。ご視聴いただきありがとうございます。ぜひですね、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。よく見て感じてみてください。イエイのイエイ。